everyone. I'm Susanna. Welcome to my channel. はい、ということで、スザンナです。私のチャンネルへようこそ。この前紹介した帽子なんですけど、結構簡単だったので、編み方ご紹介してみようかなと思いまして。で、形を参考にさせていただいたのがロンハーマンさんで、ロンハーマンさんすごくいつも手作りの参考になるアイデアとか、すぐに取り入れられそうなファッションのコーディネートとか、そういうのが満載なので参考にさせてもらってるんですけど、それに関してちょっといろいろ話してみた動画がありますので、興味がある方はぜひこちら、リンクありますので、そちらからご覧いただくか、下にリンク残しておきますね。そちらからご覧いただければと思います。で、今年お店いろいろ見てきたら、バケットハット結構主流なので、バケットハットいいなと思って、で、ちょっと作ってみました。こんな感じ。ちょっと近くて分かりにくいけど、で編み目をねちょっと変えちょっと好みの編み目でやってみようと思ってでやっています。で黒を持ってたらこれからねちょっとねまあお盆とかねそういう時に使いやすいからそれがいいかなと思ってはいやってます。ということでじゃあ早速編んでいきたいと思います。で今日使っていくのはペーパーラフィアです。 38mm で 100m あって、こちらわら色ナチュラルカラーですね。で編んでいこうと思います。でこちらの材料は右上のリンクのところに夏の素材で特集したものがありますので、そちらからご参考にしていただければいいかなと思います。もちろん下にもリンク残しておきますので、そちらから興味がある方はご覧ください。はい。でまずですね、輪を作ります。今回も輪でいきます。で、今回は10.5 号の 6.5 ミリ使ってますけど、まあ6ミリでも7ミリでもお好きなサイズで編んでいただければと思います。それぐらいが多分編みやすいんじゃないかなと思ってます。はい。で、輪を作ったら鎖を一目して、この中に細編みを7回入れていきます。1回、2回、3回、4回。7回入ったら糸を引き締めて、一番最初の細編みに刺して引き抜きましょう。でそうすると目が1234567 8個できますので、この8個を使っていきたいと思います。一番最後の目にマーカーを刺しておきます。はい、それでは2段目に編んでいきますよ。はい、それでは2段目を編んでいきましょう。ある程度ね、先に糸をこう外しておくのがポイントです。はい、立ち上がりに鎖を1目入れたら、今、つないだ目と同じ目に細編みを2回入れます。隣の目にも刺したら細編みを2回入れます。これを繰り返していきますよ。1周編んでいきます。で2周目最後なんですけど、ここからは螺旋で編んでいきますので、最後の目に
細編みを2回入れたら最後から2つ目の目にマーカーを刺します。はい、では今から3周目を編んでいきましょう。はい、では今から3周目を編んでいきますね。最初の1番目の目がありますので、この1番目の目に細編みを2回入れます。2回、続いて隣の目をスキップして、その次の目、3回編みます。ごめんなさい、1回2回3回入れます。そうそう、ちょっとぼっとしてるんだよね今。はい、3回入れます。そしたら隣の目をスキップして、その次の目にも3コマ編みを3回入れていきます。1目おきに3目ずつ入れていってください。簡単でしょ。これだったら増し目が苦手な方も取り組んでもらいやすいと思います。スキップしてその次の目ですね。これを繰り返して最後の目まで入れましょう。はい、最後マーカーの目ですね。はい、3個入ったら一番最後の目ですね。一番最後の目にマーカーを刺します。はい、では4周目に移りますよ。はい、では4周目を見ましょう。4周目1、2、3目ありますね。一番最初の目に細編みを2回入れます。続いて真ん中の目はスキップして、3番目の目にも細編みを2回入れます。はい、これで3目が4目になりましたね。1目が2目、3目、4目というふうに増えていきます。同じことを繰り返していきます。続いて隣の目が1つ目の目なので、この目に細編みを2回入れましょう。1目スキップして、その次の目に細編みを2回入れます。繰り返していきますよ。飛んじゃった。はい、こちらも最後まで編んでいきます。はい、最後まで編めましたら、続いては最後から2番目の目にマーカーを刺します。続いて5周目を編みましょう。
はい、5周目一番最初の目に細編みを3回入れます。1回、2回、3回。続く隣の細編みの目には2回入れます。3と2ですね。3と2を繰り返していきましょう。3と2。続いても1目飛ばして細編みが2つ入っている右側の目ですね。右側の目に3回入れます。1目おきに3と2を繰り返していきます。これで5ですね。3と1目飛ばして3、2、3、2と繰り返していってください。はい、今6周目ですね。続いて6周目となります。3、2、3、2と編んできました。続いてこちら3目ですね。で、6周目は今5周目まで編んで3、2なので8、5、40目ありますが、ここ6周目は目を増やしません。なので最初の目に2目を入れて、3個入っている最初の目に2目を入れたら1つ飛ばして3つ目は1つだけ入れます。で、ここから少しクラウンを作っていきますので、少しこうちょっと縦に持って目を近づける感じで編んでいきます。で、続いて2目入っているので、この右側の目ですね、2つ入っている右側の目に刺して2目編みます。で、続いて3つなので、先ほど同様目を増やさないので、最初の3つの1つ目には2目入れますけど、1つ飛ばした3番目には1目だけですね。で、隣の2目の目には2回入れます。3つですね。1つ飛ばして隣の目に1つ、そしてすぐ隣の2つ入ってる右側の目に2つ。はい、繰り返していきましょう。はい、続いて7周目となります。7周目は今2、1、2と分かれたところに2、2、2と入れていきます。ということで全部で48目作っていきましょう。はい、こちらが事実上の最後の目なので1つスキップして、こちらの最初の目ですね。最初の目に2目、
はい、1目スキップして隣に1目だけ入ってますので、この目に2目、はい、隣の目2目入ってますので右側に2目、はい、これを繰り返していきます。212なので222ですね。はい、繰り返していきましょう。はい、続いて8段目ですね。マーカーの位置を最初の目に移動しております。そしたら8段目は今222と6個できたので6波48目ありますので8目増やして54目にしますね。はい、でということで322ということで56目ですね。7波56ですね。はい、一番最初の目に3目入れましょう。1回、2回、3回。で、一番最初の目にマーカーを刺しておきます。続いて隣の目ですね。ここに2つ入れます。1回、2回。続いても2つの右側に入れます。2回。はい、これで 1,2,3,4,5,6,7 目入りましたので繰り返していきましょう。続いては2つ並んだ右側の目に3回ですね。1回、2回、3回。続いて2つ並んだ右側の目に2回ですね。はい、続いて右側の目に2回ですね。これを繰り返していきましょう。はい、9周目ですね。9周目は、目の数を増やしませんので6周目と一緒ですね。2目入れたら1目スキップして3番目の目に1目入れます。そして22ですね。で3目ありますので、2目と1目とに分けます。続きは2目2目ですね。はい、10周目、今1つずつ入れたこの1目のところに2つを入れて全部で64目にしていきましょう。はい、こちら1つしかありませんね。1つしかないところに2つ入れますよ。
はい、こちらは2つですね。なのでそのまま2つ入れます。ここも2つですね。2つなのでそのまま2つ入れます。はい、これで 1,2,3,4,5,6,7,8 ということで8目が入りましたので8回繰り返して64目にしましょう。はい、10周目まで編めました。今幅がトップクラウンの幅が17センチですね。はい、で17×3.14 は 53.38 センチということで、だいたい今トップの遠位になっております。今からは増し目なしで編んでいきます。11段目ですね。はい、そしたら今からは先ほど同様すべて右の目に編んでいきます。サイドクラウンを編んでいきますよ。今から増し目なしで編みます。マーカーを入れた最初の目に2目入れましょう。最初の目に印を入れておくのと同様に、編み始めの高さを測るために本体に目を入れておきます。はい、続いて1目スキップしてその次の目ですね。ここからは本体を編んでいきますので、なるべく形を整えながら帽子の形になるように編んでいくとうまくいきます。1目スキップして続いて2つ入ってる右側ですね。右側にどんどん入れていきます。もうここからは螺旋状に右側に入れていくだけなのですごく簡単ですよ。で、この状態で一度試着してみて、頭の形がうまくいってるかどうか、そしてちゃんと入るかどうか確認しておくといいかと思います。こう少し丸みを帯びるように編んでおりますよ。はい、ということで右側と入れていきましょう。はい、今18段目ですね。で、今このマーカーのところまで編んできました。高さが現在だいたい7センチから8センチ、7.5 ぐらいありますね。はい、そしたらここからブリムの部分に移っていきたいと思います。はい、そしたらここから各目に1目ずつ細編みを入れていきたいと思います。最初の目にマーカーを入れたら、ここから1目1目細編みを入れていきます。はい、続いて19段目ですね。始まりピンクにしてますけど、全部で8箇所
8目ずつですね。1,2,3,4,5,6,7,8 でマーカー。1,2,3,4,5,6,7,8 マーカーの、マーカーの目から1,2,3,4,5,6,7,8ということで、全部で8箇所増し目をしていきます。ちょっとね、やり直してるのであれなんですけど、目がちょっと汚いんですけど、はい、3箇所入れます。で、最初の目にマーカーを刺しておきます。で、1目スキップ、次の目に2目ですね。1目スキップ、次の目に2目、1目スキップ、次の目に2目ですね。で、マーカーの目には3目ですね。で、1目スキップ、2目を繰り返していきます。はい、続いて20段目ですね。最初の目に3目入れてますので、最初の目には2目入れます。20段目は増し目をしませんので、まず最初の目に2目を入れたら、次の目はスキップして、その隣の目に1目だけ入れます。1,2,3 ですね。で、隣の目に2目入れていきますね。で、最初の目にマーカーを入れておきます。で、続きも1目スキップして2目ずつですね。増し目がないので目の調整だけとなります。はい、続いて21段目は先ほど作ったこの1つのところ、1つを2つに増し目していきます。1つのところですね。で、隣ですね。隣はダメですね。ということで、飛ばし目なしでここは入ります。22段目は増し目なしで全ての目を落ち着かせていきます。はい、1玉目が終わりましたので2玉目に移動します。ちょっと80cm、 50cm から 80cm くらい残した状態で新しい糸を持ってきます。そして新しい糸を挟み込みながら編んでいきますね。
はい、20センチで残したら2本かかった状態で新しい糸と取り付けを変えます。で、あとは今まで通り、はい、その時に一緒に編みくるんでおきますけど、今まで通り編んでいきます。はい、続いて23段目ですね。23段目も同様に全部で8箇所印を入れています。1、2、3、4、5、6、7、8ですね。はい、で同じように増し目をしていきます。はい、24段目ですね。24段目は、20段目と同じです。あとは同じように4段編んでいきますね。1段目が終わったので2段目、3段目、4段目と26段目まで編みます。はい、続いて26周目ですね。で、こちら26周目が最後となります。今この、全てに2目ずつ入れてきました。この目に全ての目に細編みを入れて終わります。もうとても簡単ですよね。ということで早速やりますけど、最初の目に細編みを入れて、後から各目に細編みを入れていきます。最初の目に印を入れておきます。で、あとは各目に細編みを入れていきます。はい、最後の目まで編めましたら一旦引き抜いて毛糸用針を準備します。最初の目の後ろから通してきて、最後の目の2本に通したら、最初の目の中に通します。はい、これで綺麗につながりましたね。ちょっと最後足りなかったので、もう少し新しい違う糸を足したんですけど、そしたらあとは目立たないように糸を隠していきます。
ということで出来上がりました。ちょっとね、最初に作ったのと若干形変えてるんですよね。あの最初に作ったのは最後のところ、この最後の部分を少したくさん増し目したんですよね。で、まあお好みなんですけど、多分私こっちの方が好きで、これだとなんか別にまあまあよくある帽子みたいな感じも見えちゃうんで、バケツ型は今年流行ってるので、もうちょっとあの増し目のペースを減らしても良かったんですけど、まあまあこの辺はおいおいアレンジしながら自分の一番好きな形を作っていこうかなと思うんですけども、まあ、こんな感じでちょっとこういう感じですね。すごく綺麗ですよね。で、ここで細編みの目を入れたのは、一旦このクラウンからブリムに入るときにちょっとあの切り替えが欲しかったんですよね。で、それでつけてます。で、そこからもう一度あの増し目で始めてるので、全体的にはあのこれ私が小花模様って呼んでる編み目なんですけど、小花模様でどん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 構成されてる感じですね。綺麗な模様なので、ちょっと普通の細編みにはもう飽きたなという方、変わった目で編みたいなという方におすすめの模様となります。テクスチャーが出るので、こういった模様のね、帽子多分あんまり売ってないと思うので、あの見てきたんですけど、やっぱ細編みが多かったのと、まあそうですね、あのこの部分の松編みとかそういうのやっぱり多いですよね。でもあの変わり目で編むのはやっぱり技術もそこそこいりますし、増し目のテクニックも必要になってくるので、まあ、大量生産するにはちょっと難しいのかなっていう感じで、はい、これだったらまあちょっとなかなか売ってないんじゃないかなと思うのでおすすめです。で、緩やかにブリムのところをこう傾斜つけてますので、全部倒してかぶっていただいたらもう顔もすっぽりかぶるので日焼けもしにくいし、でまあちょっと見にくい時はこう上上げていただければいいのと、あとあのペーパーラフィア結構しっかりしてるんですよ。あんまり型崩れしない感じで結構しっかりしてるので、エコアンダリアだとちょっと柔らかくてとか、あんまり形がキープできなくてっていう方におすすめです。あのザクザク太いかぎ針で編めますから、割と早く編めますし、はい、あのおすすめとなります。ちょっと硬いんですけどね、ちょっとペーパーラフィア硬くて疲れたで、かぎ針はやっぱりあのペーパーラフィアとかで編むときはチューリップがいいかなと思いました。まあ浜中さんでもいいしクローバーさんでもいいと思うんですけど、どこのでもいいんですけど、かなり滑りのいいものをお使いになった方が編みやすいっていう印象でしたので、私は今回チューリップ使って正解だったかなと思います。もっとザクザク編みたいときはもっと太めの針でもいいのかもしれない。これ 6.5 で編んだけど7とか8でも全然いける太さなのかもしれないなという印象です。もう一度糸を出しますけど、こんな感じですね。で、 3.8mm ってどういうことかっていうと、ここですよね。これが 3.8mm、 あ、 3.8cm、 38mm です。手結構赤いでしょ。すごい力結構いったんですよね。だから真っ赤っかでしょ、手が。割と力のいる作業なので、まあ、男の人向きかなもしあれだったらご主人さんとか息子さんとかご兄弟さんとか男性陣に見てもらってやってもらうと楽かもしれないはい。で、今回増し目もあのこう斜めに入っていく模様なので、斜めのラインを崩さないようにちょっと入れてみたつもりなんですけど、まあ、こんな感じですね。この模様はね、やっぱこっち向きで編んだ方が綺麗かもしれないね。ほらこっち向きだとちょっと崩れるのかな。まあこれはこれで可愛いけどね。だからバッグとかだと可愛いかも、こうやって編むとね。こっち向き帽子とかトップダウンの何か編むときはちょっと模様がまた変わっちゃうかもしれない。はい、そんな感じ。
でよかったら編んでみてください。あのペーパーラフィアいろんな色があるので、あの楽しんでいただけると思います。いろんな色で編まれても面白いかな、ミックスされてあのストライプとかにしていっても面白いかなと思いますので、はい、全部で26段でしょ、だから偶数だから2段ずつ変えてもいいし、ね、適当にあのポイントごとにここのサイドクラウンの半分をこうリボンつけてるみたいに違う色にしてもいいし、まあ、実際にリボンちょっとつけても可愛いかもしれない。あの私はシンプルに編みたいんだ、あの使いたいんですけど、ということでこんな感じです。ちょっと気に入ったので何個か編むかもしれないね、これあの安いからいっぱい編んでお友達とかにあげたりするのもいいよねと思って、ちょっと友達に編んであげようかなと思ってます。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。 Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.